MA1 をめちゃめちゃ着てるというね話です。 MA1 のジャケットをめちゃめちゃ着てるという話。MA1 っていう、まあ、ジャケットがあるんですけども、空軍で使うようなね、このコックピットの中で着るようなそういう素材の、まあ、ね、調べればすぐ分かると思うんですけども、 MA1 っていう、フライトジャケットみたいなやつですかね。それがあるんだけど、本物はね結構高いんですよ。本物というかレプリカというかね、すごく高い。でもね、その MA1 風のジャンバーとかね、ジャケット、まあ要するに、まあ、パチモンみたいな感じですけども、それはね結構安い、ですね。あのツルツルした素材で中に綿が入っていて、外側が緑で内側がオレンジ色みたいな、そういうリバーシブルになっているやつとか、パチモンのやつはね、外側も内側も同じ色とかですけども、で、正面のジッパーで、首元ぐらいまで上げられるという、そういうね、ジャケットがあるんですね。私はそれをね、一時期ずっと前かな、買っていいなと思って、で続けて3着ぐらい、買っときましたね。また買うかもしれないけども、それをね部屋着として、よく着てます。外にね着ていくには、ね、ちょっとね物があれなんですね。おしゃれじゃないというか、まあ所詮はパジモンなんでね、その MA1 風に作ってあるだけなんで、作りも甘いし、あと何よりね、あったかすぎるんだね、外に着ていくには。外に着ていくっていうことは、歩いたり自転車乗ったりするわけ、昼間とかもね。そうするとこうポカポカしすぎて汗かいてくると、汗かいてきても腕のところは脱げないんで、腕に汗をかくとかね、前は開けられますけども、背中が熱いとかいうことでね、外で、まあ、動くときに着るのは、長時間着るのはちょっと適さないと、汗かくからね。だから部屋着として、主に着てました。でね、3着ぐらい買って、まあ、1着一冬に着潰すみたいな感じ。まあ、2年ぐらい着るかな、でも。で、洗濯は全くしないで、それを2年ぐらい着て、まあ、捨てる感じになるというね。2年ぐらいね、ずっと着てると、2シーズン着てると、いろんなところがね、汚れてきたり、あと、まあ、チャックが傷んできたりとかしますんで、まあそろそろ頃合いかなっていうことで、まあ、廃棄の方に向かうんだけども、そういうことをねずっと5、6年もうちょっとかなしてますね。つまり冬のシーズンは部屋の中では MA1 風のジャケットをずっと着てるというね、そういう部屋着の、まあ、上のジャケットという感じをしてますね。暖房してればねいらないんだけども、まあ、朝晩とか寒い時、あと秋口とか春先とか寒い時は暖房もね閉まっちゃってるんで、 MA1 着とけば、まあ、大体大丈夫だと、いうことですね。ですから春先秋口も来ますから、1年のうち 4、5 ヶ月もっとかな、夏の暑い時以外は大体出してきているということですね。特に朝とか冷えるんでね、しかも暖房をつけるほどでもないという時はですね、 MA1 をのジャケ風のジャケットをずっと着てますね。で、まあ、このね MA1 が何がねすごいかっていうとですね、まあ防寒性能とかもすごいんだけど、ツルツルしてるから、こう部屋の中で着ててもね、どっかに引っ掛けるということはほとんどないんだね。で、調べるとやはりですね、このフライトジャケットなんで、狭いコックピットの中で着ても大丈夫なように作られてると。つまり体をねじったりしてもどっかに引っかかれない、こう布がね、擦れないというか、ツルツルしてるんで、そういうために作ってあるんだね。ですから部屋の中で椅子の上とか非常に快適ですし、ツルツルしてるんで、まあ着てますよね。ちょっと他の選択肢がないぐらい、まあ、今はね、もうちょっと私も賢くなってるんで、他のジャケット、
部屋の中で着ることもあります。いくつかね、トップスは選択肢あるんですけども、まあ基本的には優先してこの MA1 を着てますね。だからめちゃめちゃ着てますよ、もうありえないぐらい、普通の軍人より着てるんじゃないかっていうぐらいね、軍人より多く MA1 をジャケット着てるんじゃないかっていう、そういう雰囲気で着てますね。まあ一日中着てますから寒い時期は、まあ外出するときはね、さすがに他のジャケットとかに着替えますけども、はい、そういうことしてますね。でちょっと変な話になるんですけども、こたつとか出しておくと、まあ足が冷えないですよね。足が暖かいと。で上が寒いんで MA1 のジャケットを上に羽織っておくと、で、こたつをまだ出してないけども、もう冬になって寒い時期、これデスクにいるんですけども、デスクでも机と椅子のところいるんだけども、座ってるんだけども、足が冷えると、すごい冷えると、でもまだこたつを出すほどでもない時期でもないっていう時はね、夏場ってすごく暑いのに慣れていて急に寒くなるんで足がすごく冷えるんですよね。まだ体の冷えに対する耐性ができてないから、準備ができてないから、だから足が冷え冷えになって、一日中冷え冷えになるとこれはちょっと良くないだろうと、まあ凍傷になるかどうかは別にしてね、足がずっと冷えてるのは良くないだろうということで、まだ暖房も出す時期ではない場合はですね、その MA1 を取っておくんですね。取っておくというのは、去年もう廃棄にした MA1 を取っておく、なんかゴミ袋みたいなの入れてですね、捨てる前にちょっと押し入れとか入れとくわけ、でこのね、廃棄にする予定の MA1 はね、ジャケットは何にも使い道がないんですね。ウエスにならない、なんかのね、服布のようなウエスにならないし、ツルツルした素材なんで何にも使い道がないわけ。でもなんかこう、すぐに捨てるもんでもないなと思って、汚れてるけどももうボロボロでね、破れたりしてる、ポケットのところ破れたりしてるんだけども、あ、これ本物の MA1 は違いますよ。本物の MA1 はがっちり作ってるんでそう簡単に破れたりしないんだけど、私が言ってるのは MA1 風のパチモンのジャケットね、もうほんと数千円で買えるような安いやつです。はい。でそれはね、 1,2 年着てるとほんとポケットのところ破れたりするんですよ。で綿が出てきちゃったりするんですね。だから、まあ、捨てるんだけども、捨てる前にちょっと取っといたわけ。これなんか使い道あるかなと思って、そしてありましたね。秋口の寒い寒い日にですね、デスクにいると、机の上にいると、まあ自宅のね、机のとこにいると足が冷えてくると。上は今年下ろした MA1 を着てるんで大丈夫と、でも下のね、この足くるぶしから先がすごく冷えるわけで、なんかこうか膝掛けとかをねするんだけども、でも寒いと、冷たいということで、押し入れから去年廃棄予定にしている汚れた、MA1 風ジャケットパチモンのやつを出してきて、それをね足に履きました。はい。通常腕を通すところに足を通して、そうやってみましたね。そしたらね、ポカポカ、はあ、この足をね、MA1 ジャケットに通して、手首をこの袖口から出すみたいなことしないで、足首を袖の中に入れといて、つまり燃え袖みたいな感じで足首をこの袖の中に入れとくわけ。貫通させないということね。そうするとですね、だんだんじんわりポカポカしてきて、もう本当にね、ポカポカ、暖房なんかいらない感じ、足先がね、ほんとポカポカになるんですね。これびっくりしましたね。やってみようと思ってやったけど、予想以上の、効果でした。まあ、暖房を入れた、後はね、いらないんだけども、あとこたつとかを入れた後は、まあ、全くいらないんだけども、廃棄予定のね、MA1 なんで、まあ、捨てても、汚れてもいいんでね、この、下に履くという。だから上下ともに MA1 をね履いているというね、そういう部屋着なわけですね、その時は。
はい、私はですね MA1 風のパチモンのジャケットをめちゃめちゃ着ているというね、そういうお話でした。